DDT 路上プロレスイン藤沢名店ビルは2018年4月27日にアベマ TV にて配信されたプロレス中継バラエティ番組番組名にはブレがあり工業名番組上のテロップは DDT 路上プロレスイン神奈川県男色 D の市議会議員への道であるこのページではアベマ TV 格闘技チャンネルで企画配信される たの路上プロレスシリーズにも触れる。DDT 所属のプロレスラー、男ィ D のが、第19回統一地方選挙後半戦にて、執行された神奈川県藤沢市議会議員選挙に、出馬するため挨拶回りをするという前提のもと、行われる生配信デパートメント、路上プロレス番組である。試合のすべては、神奈川、藤沢名店ビル内で行われ、 生配信後は各回ごとに全9回の番組として編集し、ビデオ配信。一部登場レスラーは今番組のみの設定が付けられており、内容の一部はアニメ版スラムダンクのパロディとなっている。話数表記はされず、回想で表記されている。東芝前2018年5月25日、東京、都において、 DDT 路上プロレスイン東島園固まり。暖色塾東島園大竹改編からと題された大会アベマ TV 格闘チャンネルの番組を配信。DDT 路上プロレスイン藤沢名店ビルと同じくアベマ TV 路上プロレスシリーズに位置付けられ少年漫画パロディが盛り込まれた番組となる。としま園は昼はアミューズメントパーク、夜は投資養成施設。 東島園だったという設定のもと、格闘ワールドカップ日本代表予選、東島園大竹会と題した、男女6人タッグマッチを軸に構成された。舞台となった、埼玉スーパーアリーナ2020年3月11日、アベマ TV にて、DDT ライブ、不要不急の路上電流爆破プロレスイン埼玉、スーパーアリーナを配信。動画配信サイト、DDT ユニバースでも、 同時配信された。新型コロナウイルス拡大を受けた自粛要請により通常の DDT ライブが開催、配信できないため急遽企画、配信された。これまで進行役を務めた男職 D ノが敵役に配置され、高木三四郎は第一試合後に連れ去られ退場するため、竹下幸之助が初めて進行役となる。今作では一部に 国斗の県へのオマージュが取り入れられている。試合のままならない空気となったプロレス界に3月7日、男色 D のがクーデターを宣言。コロナウイルス爆破のため、大海田ツ氏が参戦を予告した。3月11日当日、男色 D のスーパー笹団子マシン率いる D の派は、埼玉スーパーアリーナを選挙。リポーターとして、滝山茜、MC として、 ジャングルポケット斉藤真嗣が現場に駆けつけるが、高木三四郎率いる DDT 軍には外出自粛の影響なのか人望のなさなのか、竹下幸之介、真央、E の勇気の3人しか来ていなかった。舞台となった、シャトーアメーバ2020年6月19日、アベマ TV 改め、アバマにて DDT 路上プロレスマネーインザバッグ、逃走中から、を配信。 動画配信サイト DDT ユニバースでも同時配信された。アベマの配信スタジオシャトーアメーバ全域を使い、バラエティ番組、ランフォーマネー闘争中と WWE、マネーインザバンクラダーマッチを合わせたような設定とルールで行われる。エンターテイメントが自粛する中、アバマやオープンレック TV での無観客中継番組として、 サイバーエージェントグループへの貢献してきた DDT プロレース。DDT 取締役にしてサイバーエージェント常務サイバー,アース代表である山内隆弘から賞金が出されることになった。賞金はシャトーアメーバのどこかにバッグに入れられた形で隠されており、最初に手にしたチームに渡される。ただし放たれたハンターに捕まり、プロレスで負けた場合失格となる。 果たしてハンターの追求を尻け、賞金を手にするのは、どのチームになるのか。チーム男色は、スタジオ1で、青木深夜の金曜ザナイト収録中のハンターたちと、遭遇刺激突。スタジオ2で収録中の、アベマミックスフライデーに乱入。DJ スプイトの、DJ プレイを横にノリノリになる。チームディザスターボックスは、楽屋や、シャワールームの入る、地下2階へ。 声優と夜遊びの打ち合わせ部屋などを通り、バックありますの張り紙のある楽屋を訪問。しかしそこには、ハンターだけがいる、罠部屋だった。チームオールアウトは、リモート実況を行っていた4階スタジオ7へ。解説者、今林久也、実況アナ、村田春夫と合流するが、やはりハンターも待ち受けていた。ミッドナイト競輪収録中のスタジオ8などへも、乱闘を繰り広げる。 一方、メインスタジオである、大霊スタジオでは、スチール撮影のダブルブッキングにより、女性4人が揉めていた。チーム男色が取り持つことにより、タックマッチで決着をつけることに。その後、チーム男色は5階へ。チームディザスターボックスは、中2階から3階のワーキングスペースに足を進める。一方、チームオールアウトは、スタジオ7のバックで手にした地図をヒントに、渋谷。 ハーレムへやってきた。ハーレムは、DDT 旗揚げの地、クラブアトムと同じドクター・ジー・カンズビルに所在する、老舗のクラブだった。2020年6月19日、アベマにて、DDT ライブ、さよならとしまえん、大似た厚し負けたら即引退 SP、路上電流爆破大似たとしまえんで、負けた引退を配信。動画配信サイト、DDT ユニバースでも、同時配信される。 8月31日限りで94年の歴史に幕を下ろすと島園の閉園を受けプロレス大会を開催記者会見で青木深夜から煽られたことを受け8度も9度9度も一緒だとこの試合で3年ぶり8回目の引退をかけるまたと島園に縁がある黒ちゃんが立ち会い人となるが大似たからは試合参加を求められる他にジャングルポケットの太田博久 おたけが出演。第3試合はとしまえん、流れるプールを利用したおたけ MC による芸能人水泳大会という設定下で行われた。としまえんが94年の歴史に幕を下ろすと聞き、スタッフとジャングルポケット、オ田タが集まる。そこに実況の村田アナと今林 AP が合流。オ田タここでプロレスが行われることや、 電流爆破の経緯を説明されるが、毎回 MC を務めていた、ジャングルポケット、斎藤の代打できたため全く状況を把握しきれていない。早速、豊島園の中に入ると、黒潮、イケメン二郎 VS、勝又窓カバの試合が路上で行われていた。アベマビデオでは試合を中心にした、ダイジェスト配信。舞台となった東京空町2020年12月23日。 アベマにて、大似た厚 VS 黒ちゃん。クリスマス最終決戦。スカイツリー路上電流爆破プロレース。を配信。前回となると島園で因縁の勃発した、大似た厚紙と黒ちゃんの聖夜の対決を、東京空町を舞台に送る。MC は、前回同様、ジャングルポケットの面々が務め、空町各省タレントと中継リポート。 偶然揉め事を起こすレスラーと鉢合わせる形で進行していく。前回までたまたまで詳した形式をとっていた実況解説役の村田春夫と今林久也はソーシャルディスタンスのため別スタジオからの出演となる。スカイツリーのふもとでジャングルポケット、大田とアシスタント、坂崎由かが待ち歩きレポート。しかし空見坂で揉めている女子たちに巻き込まれる。 タレントの坂崎。この中継番組、なんだかおかしい。雷門前の商店街では、ジャングルポケット、斎藤が、モデルの赤い先と中継。その後、大田は、スカイツリーの焼肉店で、オーナーのご子息と食レポ。おたけは健康センターから中継の予定だったのだが、アベマビデオでは試合を中心にした、ダイジェスト配信。ありがとうございます。